皆さん、こんにちは。前回の動画でマイクラ PE1.2 のアプデ内容を紹介しましたが、警告については、見つけることができずに紹介できませんでした。今回はすぐ警告に行けるシード値を2つほど紹介します。紹介する前に1つ大事な注意点をお伝えします。今から紹介するシード値はベータ版で試したものです。そのため、正式版では使えない可能性がありますのでご留意ください。それでは1個目のシード値を入力します。シード値は7、6、2、3、2、4、4、7、0。1.2 からは、ワールド生成中にトリビアが表示されるのですが、このおかげでちょっとした時間を待つのが苦になりません。考えましたね。スポーン地点は孤島です。後で説明しやすくするためにスポーン地点に印をつけておきます。スポーンして左を向くとすぐそこに警告があります。この警告は幅がちょっと狭めですね。このように上空から見るとわかりやすいのですが、サバイバルモードで普通に歩いていると、よそ見しながら歩くと落ちてしまうのでお気をつけください、と警告させていただきます。警告だけに、さて、このシード地では、他にも警告があり、その警告がすごいことになっています。左側に警告、右側にスポーン地点が見える位置に移動すると、木が2本あります。この木を結ぶ直線上を移動します。しばらくすると小さな雪山にぶつかります。この雪山のふもとあたりに渓谷があります。こっちの渓谷は幅が広めです。しかも、この渓谷驚くべきことに。なんと、もともと廃校があるところをぶった切って渓谷が作られたような感じです。しかも、あちらには雲スポナーが剥き出しになっています。これは面白いですね。さらに、マグマの火が炎症してあちこち燃えています。さて、この近辺に渓谷がさらに2つあります。渓谷を出たら先ほどの雪山方向に進みます。ありました。こっちも幅が広めですね。すぐ隣にも渓谷がありますが、こっちは狭めです。続いて2個目のシード地です。2個目のシード地は17405094443。こちらはスポーン地点のすぐそばです。ちょっと縦に短いですかね。いかがでしたでしょうか。渓谷は大抵のバイオームで見つかるようなので、割とすぐに見つかるかもしれません。最後までご覧いただきありがとうございます。